29日北朝鮮から発射された弾道ミサイルは、ICBM、大陸間弾道ミサイルの可性があり、防衛省は今後、北朝鮮が最大、歩道を確認するために日本の上空を越える。で、ミサイルを発射する可能性もあるとみ、警戒と監視を強化しています。29、朝鮮から発射された弾道ミサイルは、が4000キロを大きく超えて過去最の高さまで飛行したと推定されていて、守る省は最大射程が5500キロを超える CBM 級と見られるとしています。常よ、発射の角度を上げて高く打ち上げ。ロフテッド軌道が使われたと見られ、飛行距離が出るのを意図的に抑えた可能があります。北朝鮮がロフテッドを使う際は、新型ミサイルのテストと、で日本の上空に至らないよう飛行させて、途中で不具合が起きないか確認する場合、あると複数の専門家などが指摘して今、実際、火星12型と呼ばれるミイルハ、今年5月にロフテッド軌道で、撃たれた後8月と9月に飛行距離が出、通常の角度で発射され、日本の上空を越って太平洋まで飛行しました。防衛省、29日のミサイルについても、北朝鮮、最大射程を確認し、ICBM と、てののをアピールするため、今後日本、上空を得る形で発射する可能性もある、見て。